はい、こんにちは、レトスの小野です。2月14日の3問に入っていきます。当初の存続期間満了時に建物が存在しており、借地権者 B が契約の更新を請求した場合で、地主 A がこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。この30年が誤りで、正しくは20年です。当初の存続期間が満了となり、建物が存在し、地主に正当事由がなければ、借地権者の請求により借地権は更新されます。請求による更新と呼ばれる更新ですね。法定更新とも呼びます。この場合、存続期間以外、契約期間以外は、更新前と同一の契約内容になります。一方で存続期間、契約期間については、最初の更新では更新の日から20年、2回目以降の更新については更新の日から10年となります。つまり、本問の場合、更新後の存続期間は20年が正しいということになります。まあ、基本的な問題なのでわからない方は絶対に覚えておきましょう。いろいろ書いたんですけれども、個別指導ではこれらはきちんとポイントごとに整理して解説しています。合格者は知識が整理された状態で頭に入ってます。一方、不合格者っていうのは知識がごちゃごちゃになって頭に入ってるんです。あなたはどちらでしょうか？ごちゃごちゃになっているのであれば整理しましょう。まあ、それを簡単にできるのが個別指導なんですね。個別指導の解説ではもう表にしたりとかして、整理された状態で勉強を進めることができます。今であればまだ間に合いますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。で、問いにですね、免許の要否です。地主 C がその所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理を C が行う場合、C は宅建業の免許が必要である、丸か×かという問題です。答えは×ですね。地主 C というのは自分のマンションを賃貸して管理しているわけです。自らが貸主だったり借主になる場合っていうのは、宅建業の取引には当たらないんですね。また、管理というのもこれも取引に当たりません。つまり C は宅建業の免許は不要なんですね。宅建業の免許が必要な場合っていうのは、宅地建物、取引業を全てに該当する場合なんですよ。今回取引、これに該当してませんので、免許が不要だということです。で、3番ですね、開発許可です。開発許可を受けた開発区域内で、工事の完了の公告があるまでの間に、工事用の仮設建築物を建築するためには、都道府県知事の承認が必要である、丸か×かという問題ですね。で、こういった問題っていうのは、解説を丸暗記というよりも、やはり、この問題文をちゃんと理解するということがすごく重要なんですよね。個別指導でも一番最初にお伝えするのは、問題文の理解っていうところなんですよ。問題文が理解できていないと、どれだけ勉強して、解説、いわゆる法律というものを頭に入れたとしても、それが使えないんですね。つまり、法律が頭に入っていたとしても、得点できない。結果として合格できないということになりますので、ちゃんと問題文を理解するというような勉強を早い段階から行うということが重要です。もう理解学習の一番の基本というのは問題文の理解なので、その点を注意しながら行っていきましょう。で、この問題についてどうやって問題文を理解するのかっていうと、ちょっと、解説長くなりますので、すいません、省略させていただきます。個別指導の受講者についてわからない方は、ご質問いただければ解説させていただきます。で、今回の問題はどうかというと、×です。開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告があるまでの間は、原則建築物を建築することができないんですね。ただし、今回例外なんですね。今回は例外として、建築可能なんですよ。工事用の仮設用建築物、建築は可能です。で、その際に承認は不要なんですね。で、これなぜかっていうと、プレハブ小屋、ちょっとしたちっちゃな事務所ですよね。まあ、それぐらいだったら承認不要でいいでしょと。まあ、そういった感じです。もう人が住むような建物とかそういったものじゃなくても簡易的な建物なので、もう例外として承認不要で建築することは可能だというふうにしています。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。